名古屋市の新たな子育て支援事業ベビーエーエル名古屋で子育てを始める家庭に5万円相当をプレゼントするものでミルクやおむつなどの子育て用品のほかベビーシッターやタクシー利用券などおよそ600種類から選ぶことができます対象となるのは今年4月以降に生まれ名古屋市で育つ子どもなど今年度は1万8000人ほどを見込んでいてきょうから順次案内状を発送するということです